知能とは何でしょうか。簡単な問いだと思う人もいるでしょう。メリアムウェブスター辞典では、知能は学習し理解する能力、初めて直面する状況や問題に対処する能力と定義されています。しかし知能の本質をめぐっては様々な考え方があります。心理学者のハワード・ガードナーは、人間の知能は視覚空間的知能や論理数学的知能などを含めて8つもしくは9つの知能で成り立っていると提唱しました。視覚空間的知能とは、距離を判断したり部屋のレイアウトを視覚化したりする能力を指します。論理数学的知能には、物事を多様な角度から考えたり数を扱ったりする能力が含まれます。別の心理学者ロバート・スタンバーグは、知能とは環境に適応するために意図的に能力を働かせる活動だと提唱しています。例えば家を建てる、自分に向いた職業を見極めるといった課題の解決のために私たちは知能を使います。人工知能の研究者であるマックス・テグマークは、知能を複雑な目標を達成する能力と定義します。テグマークの定義は、人工知能について議論する際に特に重要です。人工知能とは、コンピュータによって再現された知能のことです。人工知能を活用して、コンピュータは目覚ましい発展を遂げてきました。アルファ碁というプログラムは、2015年に囲碁の世界チャンピオンに勝ちました。日本でも高齢者の支援といった社会的問題に対処するために人工知能が活用されています。これだけでも驚くべきことですが、これらは競技の人工知能、すなわち特定の目標を達成する人工知能の例でしかありません。機械が人間の知能の力を本当の意味で模倣するには、汎用人工知能が必要です。実現すれば、人間の行うあらゆる知的活動を機械が理解し学習できるということを意味します。しかし人工知能の専門家たちは、そのようなことが本当に達成できるのかわからない、できるとしてもずっと先だろうと言います。あなたは汎用人工知能は実現すると思いますか？実現するとしたら、機械の知能が人間の知能を超えるのはいつだと思いますか？